本田さんがすごいなと思う本田さんを教えてください。ああ、そういうことか。本田圭佑、本田宗一郎、本田翼、まあ言わずとも本田宗一郎さんはもう時代を作ったとんでもない会社を作ったうちの一人ですからね。僕がね、本田宗一郎さんのおかげで何が良かったかっていうとね、本田って言った時に、もう世界でね、いろんなチームでプレーしてきましたけど、もうすぐ覚えられる、うん、そういう意味では僕も本田翼さんも多分海外行ってもすぐ名前を覚えられるんで、まあ宗一郎さんには、宗一郎さんってなんか変な話ですけど、感謝しないといけないですよね。はい。